1> 第1、東京弁護士会は、東京都にある日本の弁護士会の一つである。弁護士会館の11.1213階に拠点を置く。東京弁護士会、第2東京弁護士会と並ぶ東京都にある、弁護士会。日本弁護士連合会、関東弁護士会連合会に所属している。委員会のほか、総合法律研究所を設置し、 人権の擁護と能力の向上に努めている。渋谷と町田の2カ所に公設事務所を設置しているほか、霞が関、新宿に東京三弁護士会で共同で運営する法律相談センターを設けている。明治末年、東京弁護士会の役員選挙で主流派であった通りクラブが母体。1922年の役員選挙が きっかけとなって、原義道、花井拓造、岸聖一らが中心となって1923年5月8日、創立。当時の社会的な背景として、東京大学の卒業者等一定の資格を有していた者に無試験で資格を付与することを廃止し、これに代わって、試験資格者として、高等学校卒業者に限るとの制限を課する。 高等試験例の改正をきっかけに、それまで行われていた弁護士試験に暫定措置を導入したため、東京弁護士会の弁護士の数が急増し、会内の統一的な意思形成が不可能になったことがあるとされている。歴代会長60余りの委員会、協議会がある。総合法律研究所は11部会に分かれている。魂部がある。 Google マップ改ざん事件を受けて、岡正史商会長は、被害にあった、法律事務所所属の弁護士が、同弁護士会に所属しているとした上で、この弁護士に対しては、他にも、インターネット上での誹謗中傷、被害を加える、胸の告知、その他種々の嫌がらせが続いており、過去に逮捕者も出ていると状況を説明した。その上で、東京第一弁護士会は、 弁護士に対する、この種の業務妨害行為は、弁護士制度に対する重大な挑戦であり、東海は断固抗議すると表明した。弁護士解別会員数。日本弁護士連合会。2020年5月2日閲覧。総合法律研究所、弁護士への業務妨害に断固抗議する、弁護士会が、Google マップ改ざん事件で声明。弁護士 .com。 https://www.bengo4.com コロンススラッシュスラッッシシュュスラッシュインターネットスラッシュ n40162017 年3月27日閲覧。岡忠師匠、弁護士業務妨害に対する会長声明。 第一東京弁護士会、http コロンスラッシュスラッシュ www.ichiben.or.jp スラッシュオピニオンスラッシュ Opinion2015 スラッシュポスト 308html 2017年3月27日、閲覧。Google マップへのいたずらなど弁護士への業務妨害について第一東京弁護士会が声明。ネットラボ。 http://nlab.itmedia.co.jp:/nl/articles:/1512/03/news075.html2015 w w 年12月12日閲覧ありがと、ね、うございます。